多分パートがうまい具合に切り替わったあたりだと思うんだけど、まだ回収していないものを回収したりボス倒したりするかね。ここ行こう。あーでもメタモル、あーメタモルモスミーの最後の方が良かったか。いやまあいっか、こいつも弱点持ってるからいいんだけど、ここさ一番最初にあれクリスターマイマインの武器使わないと取れない、なんか1アップだったかな、1アップかサブタンクかなんかあったと思うんだよな。で謎の人形、こいつをクリスターマイマインの武器使って、あ違うこいつか、こいつを凍らせることによってその凍った足場の上に立つことができて、それを使えばこの上の部分、ここの真上にある足場行くことができるんだよな。あいつなんか火入ってこなかったっけ。あだよね、火入ってくるよね。だからあんまり相手をしたくない。でここにこれでぶっ壊せる足場があったはず。ビンゴ。ボディーパーツがあんのここだったかな。なかなか気づかないよねこれね。あの上の隙間に入りたかったんだけど無理か。 X、 このカプセルに入るのじゃ。ここではパワーアップしたボディーパーツを授けよう。ボディーパーツここか。鉄からのダメージを武器エネルギーに変えて爆発させることができるのじゃ。あんまり使わないよね。でもある程度 X の防御力も上がってるのかな、これつけることによって。クラッシュ。なんかラスボス戦でまたあのサンバカたちと戦うんだけど、バイオレンスとかサーゲスとかアジエルとか、そのサーゲス戦でサーゲス第2形態の、まあ、第 2回目のサーゲス戦の時に使うぐらいかな。今これゼロだけど敵からダメージ食らってったら徐々に溜まってく。サーゲスと戦う頃には満充電までされてると思うんだけど、左になんか、ああ生首か、あ首だけにしてしまった。でここもなんか中ボスいたよね、ガみたいな中ボスがいたはず。操り人形になるんだよな。この辺でもうダメージ入るはず。この虫が本体だから虫にダメージを与えなきゃいけないんだけど、今もう最初の衝撃ミスったのが痛いな。こいつの弱点何なんだろう。あーしかも最悪だよ、あさっての方向向いてやがった。でうまい具合にすり抜けて俺どんだけエイム悪いんだよ。オッケーオッケー。こいつとはあともう一回ぐらい戦った記憶がある。やっぱスクラップ校長だからこういうなんかゴミ虫みたいなやつ多いよね。でここの右側にあれだったかな、あーそうだサンバカの部屋だ。サンバカの部屋あるけどもう処理しちゃってるから特に行く必要ない。でライフアップももうめんどくせえから取らない。ここなんかすごい浮遊しなかったっけ。ジャンプ力がなんか重力が逆にかかってるのか、この空間無駄に高く飛べる。で画面の左の方に見えてるあのトゲは当たったら即死だから注意。あーここもふわふわしてる。あーやめて、寄生虫が俺の身に まとわりついてる。てかこのロボットあれだろ、ランチャーオクトパラドのステージに行っただろこいつ。よみがえるんだよな、この周りのスクラップをこうやって中途半端に倒すじゃん。中途半端に倒すと周りのスクラップ吸収して普通によみがえるから厄介。あーもう処理落ちしてるけどもうする関係ない、やめて。血吸うんだよなこいつ、血吸うか操作が逆になるか、なんかそんな感じの攻撃だった記憶がある。
さあ2体目で、ある程度ダメージ与えて、あー近寄るなバカ。この虫さ、炎弱点だったりしないか。あーいいね、炎弱点だ。ここのボスも炎弱点だからあんまり使いたくはないんだけど、まあ言うてメタモノ結びのそんな強くないから楽勝だろ。もうちょっとしたらボスの部屋に着くんじゃないか。あー出たお前、ほんとどこでも現れるな。溜まっちまったよこれ。どんだけダメージ食らったんだって話なんだけど、メタモルモスミーノス、まあ、ガなんだよな。まあ、最初ミノムシの形態で、ある程度ダメージ与えて発狂の状態になったら、ガになるっていう、新しいタイプのボスだよね。大きさに注目。最初これぐらいの大きさで、ちょっとちっちゃめなんだけど、これがある程度ダメージ食らうと大きくなるんだよな。で、ゴミを飛ばしてくれ。こいつ自身がゴミみたいなもんなんだけど、だいぶ処理落ちてんな。処理落ちしてるから攻撃が避けやすい。で、弱点使うとこういう風に黒焦げになる。黒焦げになったとしても、だからどうしたって話なんだけど、で、たまに地面に置いて、なんかこういう謎の攻撃して、あとは、ゴミを、そうそう、ゴミをこうやって巻く攻撃？巻く攻撃してくるから、こういう時に足のパーツあると楽だよねっていう話。空振った。なんか徐々に大きくなってきてるな。溜めすぎじゃないゴミ。あ、終わった。だいぶ大きくなってきた感あるよね。こうやって生物は成長していくわけだ。いいね、いい感じに焦げてる。そろそろ成長するんじゃない。そろそろ成長していい頃合いだと思うんだけど、はい、上に上がってくんないかな。ほい。で、今から変身。メタモノモスミーノス。今の抜け殻も当たり判定あるから気をつけた方がいい。こいつはなんかビーム出してきたりするんだよな。で、この花粉飛ばしたり、ビーム飛ばしたり、ビームも一応、うん。真下にしか飛ばさないみたいな感じだから、そんなに強くないんだよな。はい、楽勝でしたと。こいつはさっきの、ダチョウほど変なポーズで死んでないね。あのダチョウのくたばり方本当個性的だよな。なんかそういう部分で、まあ地味なボスキャラは個性出したりしてんだろうね。で、キラリンやって、新しい武器。この X の構えなかなかいいよね。You get a scrap shot。これのため打ちがな、すごいありがたいんだよ。37168823っていうパスワードを手に入れたけど、まだこの後ゲームは続けるからこんなのメモする必要なしと。で、マグネ100レッカーのステージの回収してないパーツ回収したいな。あー、サブタンクかな。今俺サブタンクそもそも何個持ってるんだっけ。残りあれか、まだ2つしか回収してないのか。こことあとどこだ。クリスターマインマインステージあったっけ。あ、あったな。あったか。すげえ取りにくいところにあるんだよな、あのマインマインステージ。いて。まあ、どうにかこれに触れないよ。ダメだった。ちょっと、右の方に進めばどうにか蘇生してくんないかな。あ、オッケーオッケー、蘇生してる。で、ほい、ほいっと。今回は楽勝だったな。で、ライフアップ回収。で、もう一個がサブタンクかな。うまくかわした。よし、いいぞ。で、これもぶっ壊して。ほい。で、ここの、これ。あー、くそバカ。いや、でも多分なしでもいけると思う。オッケーオッケーオッケー。なんかダッシュ2回出なかった。空中でさ、待って、あぶんな。1回ダッシュしてさ、
ダッシュしても撃ってダッシュ、あ、こんなのできるんだ、3回ダッシュできるじゃん。なんか初めて知ったかもしんない、こういう風になるんだ。あーで、もういっか、あとのサブタンクがどこだったかあんまり覚えてないんだけど、まあいいや、とりあえずマイマインステージ行こう。一旦エスケープ C の